トリックはトリート、お菓子をよこせ、さもないと目玉をえぐって食うぞ。こんな感じでよかった？まあそんな感じだよ。そっか。でもさ、おやつをもらったらどうする？僕たち食べられないよ、人間じゃないし。その時はあれだ、家に飾るかゾンビのジョンにやればいいんだ。ああ、それいいね。家に飾って腐ったお菓子もジョンにやれるし一石二鳥だ。あいつ腐ったものには目がないしね。まあ目玉はないけど。まああいつはそもそもこういうイベントには不向きだからな。見た目がまずアウトだ。本物だとすぐバレるし、そして何より臭い。じゃあジョンにお土産持って帰らないとね。そうだな。あ、かくれんぼしてるの、静かにしてね。はあ、ハロウィン明日だよ。あー、練習してるんだよオイラたち。あ、そうだ、いいことを教えてあげる。なになに？大きい家だといっぱいお菓子もらえるよ。そんなことよりお菓子がもらえない家はないかい？え、お菓子欲しくないの？僕らはいたずらがしたいんだ。だったらそのあたりの人を脅かせばいいじゃん。いやでもハロウィンじゃないとオイラたち。変なの。とにかくハロウィンの日はいたずらしていい日だし、もらえなかったら思いっきりするといいよ。にしし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 。いっぱいもらえたね。今日はいっぱいいたずらするぞ。トリックはトリック。おい、それ一択じゃねえか。見て見て、パンプ、こんなにいっぱいお菓子もらえたよ。ジョンも喜ぶね。全然いたずらできなかった。まあそうだけど、でもお菓子もらうのも悪くないと僕は思ったよ。ん？なになに？昨日の女の子だ。お菓子を分け合っているのかな。違う、よく見てみろよ。いたずらをしたらお菓子をもらえるからな、今日は。スーデスーデ、絶対渡さない。これは私がもらったお菓子だもん。うるさい、よこせ。あれはいたずらじゃない。そうだね、いたずらはみんなが楽しむものだもん。そうだ。それに、それに今日オイラまだいたずらしてない。ああなるほど、まだ気にしてたんだ。手を離せ。さっさとよこせよな、まったく。なんだこいつ。トリックはトリート、トリックはトリート。俺たちからお菓子を取るのかよ。俺たちはただいたずらをしてただけ。違う、お前たちがしているのはいじめというものだ。いたずらでは。
ハッピーハロウィン。おい、そんなに持って帰ってもジョンのやつ困るぞ。ああ、確かにそうかも。うん、そうだ。じゃあこの子にあげよう。いや、ダメだ。こういうのはきっちりしないと。え？ああ、まったく真面目だな。うるせえ。さあ、オイラたちに言ってくれ。する側だからな。いたずらされたら困る。はい。よし、行こう。バイバイ。助けてくれてありがとう。ありがとうだってさ、パプ。ふん、感謝されても嬉しくない。そうは見えないけど。うるさい。